はい、夢です。こんにちは、どうぞも。はい、今日ですね、3月の、とある下旬ですね。はい、皆さんに報告があります。動画のタイトルにも書いてある通りですね、香港ディズニーランドに行くことにしました。4月にですね、香港ディズニーに行こうと思います。で、今日はね、それについて、どうして香港ディズニーに行こうと思ったのかっていうのと、あと、手配の仕方について、段取りとかですね、予約の進め方についてちょっとシェアしたいと思います。よかったら参考にしてください。まず香港ディズニーに行こうとしている理由なんですけども、2つあります。まず1つはですね、もともとですね、実はね、2020年の春に香港ディズニーに行こうとしてました。お城が新しくなったし、で、順番にですね、アナハイムも行ったし、ワールドも行ったしって考えてたので、次は香港かなと考えてたらですね、2020年春ってちょうどね、例の新型コロナでね、世界的にこうね、流行が起きて、で、緊急事態宣言が出てしまって、香港が頓挫してしまったんですよね。かなり行こうと思って本気で進めたんですけども、なので、4年ぶりのその雪辱っていうことで、もう一回香港、今度こそ行きたいな、ってまず一つと、それからですね、なんといっても、アナ雪エリアですね。香港、アナ雪エリアができました。それで、日本でも、ファンタジースプリングスがね、6月に開業して、同じく、アナ雪エリア、できますよね。で、そうするとね、ほぼ1年間の間に、世界のパークでね、アナ雪エリアがね、ほぼ同時にオープンするんですけども、僕はやっぱね、できた順に回りたいと思ってるので、なので、先に香港版できてますよね。だから先に香港版見といて、なるほど、これが香港アナ雪エリアか。じゃあ、後からできた日本はどうなのって感じでですね、そういう風にですね、ちょっと見比べしたいので、なので、できた順に回りたいので、先に香港版を見ておきたいなっていうふうに思いました。日本のファンタジースプリングスはね、1年延期してるんで、ほぼ同時だと思うんですけども、やっぱ印象としてはね、やっぱ先に香港版の公開ね、先なんで、やっぱね、香港版見ておきたいですよね。はい、なのでファンタジースプリングスが開業する前に、だから絶対にこれはね、香港ディズニーのアナ雪エリアは見ておきたいと思ったんですよね。なので今回行こうと思いました。で、6月のファンタジースプリングス開業までに香港ディズニー、いつ行くかなんですけども、これですね、僕行くならね、4月の平日しかないなっていうふうに思いました。で、なんで4月の平日がいいかなと思ったかというと、香港ディズニーってね、まずね、日本からめちゃくちゃ近いので、日本人めちゃくちゃ多いですね。でね、日本人が多いのは別にいいんですけども、やっぱ日本のオタクが多いんですよ。僕自分のこと棚に上げて全然人のこと言えませんけど、逆に言うと僕が行くとね、いやー、梅がいたよ。本当に日本のオタク目につくよな。梅をはじめとして、日本のオタクめっちゃ多いわっていうふうに、お互い様なんですけども、とにかくね、日本のオタが多いんですよね。で、日本のオタが多いと、やっぱりね、ちょっと嫌なんですよ。で、なんでかというと、やっぱね、なんか、ショーパレの地蔵とかですね、あと、キャラクターグリーティングなんかで、やっぱね、舞浜ルールで、今みんな動くので、で、僕もそうですよ。自分も含めて、舞浜ルールで動くんですけども、舞浜ルールっていうと、例えばさ、2時間、3時間前から地蔵するとかね、あと、グリに何度も何度もループで、空いてると回るとかあるじゃないですか。あれってね、アメリカとか海外パークではそんなことをする人いないので、なので、日本のオタクのルールを海外に持っていくと、結構無双できるんですね。わかりますか？なんかね、2時間、3時間前からね、地蔵する人なんていないし、で、グリをね、ループするオタなんていないので、だから、日本のルールでね、海外パーク行くと結構無双できるので、だからね、日本のオタクがね、少ない方が、やっぱ海外パークってね、やっぱエンジョイ楽しめるんですよね。ところがね、香港ディズニーって日本から近いから、そうすると土日とかですね、なんか3連休とかね、そういう時に行くと、その整列グリとかね、ショーパレの地蔵がね、日本人だらけになるんですよ。本当にすみません、自分のことを棚に上げて、お前が言うなって感じなんですけども、お互い様ですからね。で、特に連休ですね。
この3連休ハッピーマンデーの月曜が休みの時の3連休がほんとすごくって、まあ、例えばね成人の日とかね、ゴールデンウィークとか、あと海の日、山の日、敬老の日、スポーツの日、まああとはハッピーマンデーじゃなくても例えばね建国記念日とかね、天皇誕生日とかね、あと勤労感謝の日とかね、春分の日とか、その辺がなんかね金曜休みとかね月曜休みになったりすると3連休なので、まあそうすると3連休ってね、まあ2泊3日とかでちょうど香港ディズニー行けるもんだから、まあ日本人だらけで、特に整列ぐりですね、整列ぐりは本当にすごい、もう前も後ろもみんな日本人って感じで、もうほぼ日本のお宅貸し切り状態になってしまうんですよね。まあ、なのでちょっと気持ちも下がってしまうので、なので僕は香港ディズニーはもう必ずね平日行くって決めてて、で日本の3連休では絶対に行かないようにしてますね。はい、なので今回も4月の平日に行こうと思ってます。で4月の平日にする理由はですね、4月ってね新生活が始まるので、だからこんな4月の平日にあの海外旅行に行くなんてあんまいないと思うので、日本のオタクがねなるべく少ない時期に行きたいんで、まあそうすると4月の平日がいいかなと思ってそこに行こうと思いました。で海外パークに行くにはね、あの三種の神器ってのはね僕はあると思ってまして、はい、海外パーク三種の神器は航空券、ホテル、パークチケット、この3つですね。まあ、この3つをまあどうするか、要は予約の三種の神器ですね。実際にリアルに本当に行く場合の三種の神器はパスポート、クレジットカード、iPhone ですね。この3つがあれば大丈夫です。で、準備の三種の神器は航空券、ホテル、パークチケット、この3つですね。で、これをどういうふうに僕は手配したかっていうのをこれから皆さんにお話ししたいと思います。なので、これから香港行こうかなと思ってる人は参考にしてください。まず、航空券なんですけども、まあこれもね、生意気なことにですね、ANA マイレージがまだまだこれ溜まったので、これ4月の平日はね、かなり安く行けんでしょうね。1万いくつかな ?1 万数千マイルで引き換えできたので、でまあそれで、あ、行けるやんと思って、それで ANA マイレージで今回は行きます。まあね、ピーチとかね、格安で行ってもトントンであんまり変わんないんですけど、まあ結局ね、ANA マイルで行けるって言っても、サーチャージとかですね、なんか手数料払ったら、なんかピーチとかのね、格安とあんまり変わんないんですけど、逆に言うとあんまり変わんないんだったら、確実に ANA で行けるんで、だったらやっぱりね、無料航空券で行けた方がいいですよね。往復 ANA ですからね。まあこれもね、成田発、羽田発とかですね、あと、あの取れる、取れないってあってですね、いろいろと組み合わせがやっぱりありました。確実にね、好きな飛行機をね、選び放題でもないんですよね。で、あとはそのパークチケットにもこれ関係してきます。これね、調べたらね、なんと香港ディズニーランドの4月の後半ってね、平日は閑散期みたいで、向こうもね、なんと毎週水曜日が休園日なんですよね。ちょっとマジかと思って。で、かつですね、土日はさっき言った通り日本人が多いので、まああんまり行きたくないんですよ。そうすると水曜休みだから、なんでね、だからね、月かとね、木金しかないんですよね、平日がね。だから、香港ディズニーってパーク1個だから、まあ月か木金の 2days あればまあ十分かなって感じなんですよね。で、月かか木金でね、行くとなると、で2回行くんで、だったらこれ待ってよと思って、年パスでいいかなと思ったんですよね。で、香港ディズニーで年パスが3種類あって、365日フルフルで行けるプラチナっていうすげえ一番強い年パスと、あとはゴールドって言って、まあ1年間に10日ぐらい年パ除外日がある、まあまあ強い年パスと、あとは土日とか祝日全く使えない平日限定年パスってあって、それはねシルバーって言われてて、これが安いんですよ。これがね3万円ぐらいで買えちゃうんですよね、平日限定だと。そうすると1年間にですね3、4回行けばもう元が取れちゃうんですよね。これは安い。で今回まあ月火か木金で行くんで、
だったら平日限定のパス、今後もね、さっき言った通り香港ディズニーはもう平日しか行かないので、だったらこれ平日限定年パスでええやんと思ったんで、なので今回このマジックアクセスっていう年パスのシルバー、これも買おうかなと思いました。で、月火か木金で行こうと思ったんですよね。で、そうするとね、4月の中旬から下旬で月火木金でなんかね、うまく行こうと思ったらね、この貯めたマイルのね、特典航空券がなかなか空席がね、いいのがなくって、なんか一回どっかでね、なんかソウルで乗り換えとかですね、なんか乗り換えやって余計にマイルかかるっていう、要は直行便がないんですよね。で、それでいろいろとやった結果ですね、水曜出発、木金滞在で土曜出発、わかる？水曜香港に行く、水曜の夜向こうで泊まる、木金とパーク滞在、明けた土曜出発の3泊4日でいい感じに取れました。で、ちょうど水曜日は休園日でパーク行けません。で、かつ土曜日は僕のその年パスではインできないので、つまり水曜土曜はインできない、インできない日に移動日にして木金を、まあ、パークパークっていう風にしたんですよね。そうすると水曜の着いた午後とか土曜の午前中に、まあ、市内観光もできるので、まあ正直かなと思って、だから水木金土ですね、3泊4日、はい、こういうプランで行くことにしました。で、これでうまく ANA の航空券も取れました。で、行きたい日程決まって航空券取れたと。そうするとまあホテルですよね。ホテルはですね、やっぱりね、直営ホテル人気です。向こうで今ホテル3つあるのかな、のランドホテル、ハリウッドホテル、あとなんだっけ、エクスプローラーズロッジだっけな、なんか3つあるんですよね。なんですけども、まあ結論言いますと、今回は市内のビジネスホテルです。で、え、なんでって思うかもしれませんけども、まあやっぱりね、直営ホテルは高いんですよね。で、かつですね、今回僕一人なんで、で、一人で直営ホテルってやっぱね、コスパ悪いんですよ。わかりますよね。一人で行って直営ホテルって、あんな広いね、高くて広い部屋を一人で丸々使うって本当にコスパ悪いので、まあ、なので一人で行くときはもう安い市内のビジネスホテルです。まあこれわかりますよね。舞浜に置き換えると多分わかる。あの地方の方でね、舞浜にね、なんか遠征で行く方ってね、そりゃ泊まれるんだったらミラコとかね、ランドホテルとか泊まりたいと思うんですけども、やっぱ一人で行くとね、やっぱり高いしコスパ悪いので、まあ、なので京葉線沿線のアパホテルとか東横インとか新浦安の美術法とか泊まりますよね。多分新木場のメッツホテルとかね、あとはなんだろう、八丁堀のドンミインとかね、わかります、そういう美術法とか泊まりますよね、一人で来てる方って、地方からね。だからそのノリですね。まあ、なので今回僕もね、市内のビジネスホテルに泊まります。で、香港はですね、地下鉄が発達してて、その市内のね、繁華街だからね、あの地下鉄で乗り換え1回で行けるんですよね。で、僕はあと香港の繁華街が大好きなんで、あのジムサーチョイとかね、ジョーダンとかね、あの辺のそのネイサンロードのとこ、あそこのとこのね、ホテルがね、こう好きなんで、あの街が好きなんで、で、ブッキングコムとかね、エクスペディアとか適当になんかね、あの旅行アプリで調べて、で、1泊1万円ぐらいの安いビジュ法ね、まあ、3泊取りました。で、あの辺のホテルってやっぱね、狭くてちょっと古いんですよね、正直ね。だから男の一人旅じゃないと、多分あの辺は泊まれないと思いますね。もう男、わかる？男らしいホテルってわかる？あの日本でもね、なんか東横インとか道民インってさ、なんか最近のホテルだから明るいじゃないですか。でも昔からある古き良きね、昭和の頃からある美酒法ってやっぱりなんかね、シャワーとかも古いユニットバスだったりして、ちょっとやっぱわかる、男らしいですよね。なので香港のあの辺の繁華街のビジネスホテルって古い、あのね、こうなんか歴史のある美酒法はね、やっぱちょっとやっぱあのぶっちゃけ歴史を感じるんですよね。あと狭くて高いんですけどもね、まあまあでもね、泊まるだけなんでね、はい。なのでそこを1泊1万円ぐらいでまあ取れました。
で、まあ、ランドホテルとかね、そういういいホテルはね、なんか2人とか3人とかで、まあ、みんなで行った時ですね。はい。でですね、まあ、ホテル取れた、チケット取れた、あとパークチケットですよね。で、まあ、さっき、まあ、年パスって言いました。平日限定年パスね。で、向こうのパークはですね、年パス作っても、必ずインパークするときは、事前予約が必要になります。要は、年パス持ってんだけども、の何月何日に行きたいっていう風に必ず事前予約をしないといけないんですよね。で、向こうもね、やっぱね、コロナ禍以降ね、入場制限ね、人数制限で絞ってます。で、かつですね、香港はね、90日前から入園日の予約が可能なんですよね。まあ、なのでもう90日切ってるので、もうパークの方はね、予約を受け付けてるんですよね。で、受付してるんだけども、で、普通はですね、ワンデー買うんですよ。何月何日にワンデーチケット買うって言って、要は前売りが売ってるので、その前売りチケットを買ったら、もうね、売ってるってことはもう予約と同じなんで、まあ日本と同じですよね。だから丸がついてりゃ、もうチケット買ったら予約確定なんですよ。でも年パスの方はですね、人はですね、必ず全員予約が必要なんですよね。だからね、年パスを作る、でもパークの予約が必要ってことで、これどうしたらいいんだろうと思って、ちょっと調べたらですね、ちゃんとね、年パスも、これから年パス持ってない人、これから新規で年パスも買って、かつパークの予約もできるっていうね、まあそういうシステムがあるんですよね。で、まあどうやってやってるかというと、まあ簡単に言うとですね、まずクレカが必要で、クレカを使って、まずオンラインで年パスが購入できます。さっき言ったプラチナ、ゴールド、シルバーって3つの年パスがあって、で、クレカがあるとオンラインで年パスが購入できちゃいます。まあこれでも本人確認証とかなくてもクレカだけで買えちゃうんですよね。でもこれは厳密に言うと本物の年パスではなくって、これはね、引き換え券なんですよね。なのでまずは一旦そのオンラインで引き換え券を購入します。なので日程決まったらまず買った方がいいですね。で、その引き換え券っていうのは3ヶ月有効なんですよ。わかります？1月の1日に3ヶ月有効、90日有効の、この年パ引き換え券を買ったら、3月31日までの90日までの間に、その年パ引き換え券を本物の年パスに引き換える必要があります。で、僕は4月の中旬にも行くって決めてるので、もう今ね、3ヶ月どころか、もう1ヶ月切ってるので、なので、もうとっととその年パ引き換え券を買った方がいいです。で、その年パ引き換え券っていうのは、さっき言った通り、購入日から、3ヶ月有効で、3ヶ月以内に本物の年パスを受け取る必要があります。で、その引き換え経験にね、番号があるので、で、その引き換え番号を、その年パの、予約日のところに入力するんですよ。わかりますか？例えばね、4月の15日に行きたいと思ったら、で、年パ引き換え券をまずオンラインで買います。クレジットカードでね。そうすると引き換え券に番号が1234567って番号出るので、で、次にこの日にパーク行きたいなと思ったら、4月15日に行きたいと思ったら、4月の15日のところにその年パ引き換え券の番号を打ち込むと、はい、その日、お前じゃあ4月15日に来るのね、年パ引き換え券に来るのね、ということで、そこでまあ予約ができます。でですね、これちょっと僕陥ったんですけども、僕ね、今回年パス使ってね、月、火とか水、木っていうふうに、まあ、2days 行きたいと思ったんで、で、僕その年パ引き換え券で1日目は予約できたんですよ。じゃあ2日目も予約したいですよね。じゃあ2日目も予約と思って、2日目同じ番号で予約しようと思ったら、これどうやらですね、この年パ引き換え券でのパークの予約っていうのは1日だけらしくて、2日目は予約はできないんですよね。これ何やっても。で、と思って陥って、嘘と思って、もしかして売り切れと思ったけど、まあ、そんなわけないしと思って、どうやら年パ引き換え券で予約できるのは1日だけみたいで、で、その引き換え券で本物の年パスを手にすることによって、そこで次からは本物の年パスでどうやら2日目以降は予約ができるらしいんですよね。だから2日目以降の予約はね、本物の年パスが必要なんだと思います。多分そうですよね。で、そうするとね、ちょっと不安になるのがね、これね、その本物の年パスを手に入れた時にはすでに僕が行きたい日はすでにもう予約受け付けてませんと、要はもう売り切れですと、もうこの日はもう混雑してるんで、もう
インパクトできませんとかですね、そうなったらどうしようってこれ思いますよね。このシステムでいいのかなと思って、まあでも平日なんで多分大丈夫だと思うんですけども、とにかく年パス引換券は1日しか予約できないの で本物の年パスを手にしてから、じゃあ2日目以降は予約してねっていうシステムっぽいので、これ不安ですよね。まあでもまあとりあえずそれで予約はしました。なのでクレカで年パス引換券は購入しました。でその引換券を使って初日1日目の予約までできました。まあ、なので全部揃いました、これで。で次に香港ディズニー、あと事前予約やっておくといいのは、やっぱ香港ディズニー名物はエンチャのキャラ台ですね。エンチャのキャラ台、分かる人は分かる、分からない人は何のことさっぱり分かんない。エンチャのキャラ台、これですね、香港ディズニーランドホテルのレストランのエンチャテッドガーデンっていうレストランがあって、そこはね朝昼夜すべてキャラクターダイニングをやってる、そういうレストランがあります。エンチャテッドガーデンのキャラ台、なので略してエンチャのキャラ台って言いますね。でエンチャのキャラ台はですね、これランドホテルなんですけども、宿泊者以外でもまあ予約できる、まあお手軽なキャラ台です。まあ日本で言うとなんだ、シャーウッドみたいなもんかな、シャーウッドみたいな感じで、まあ、あのシェフミみたいな感じ、シェフミとシャーウッドが合体した感じですね。でエンチャのキャラ台があります。でこのエンチャのキャラ台はね、昔もですね、なんかメールとかね使えずに電話とかファックスだったんですけども、今オンラインで予約ができるようになりました。やったやった。で僕ですね、今回の日程ね、水曜日香港に着いて木金インパークして土曜出るっていうことで、で木金はパークに集中したいので、だったら金曜日の水曜日か、もしくは土曜日の土曜日にやっぱエンチャのキャラ台行くと合理的なんですよね。で調べたらね、なんとね、水曜の夜は空いてました。水曜夜ってパーク除外日でもうエンチャやってんですね。知らなかった。なので水曜夜にですね、オンラインであっさり取れました。いやー楽にエンチャ取れるようになったね。昔は本当にね、電話しか予約できなくて、でなんかね、あのビサとかね、JTB とかのね、なんか通訳とかね、予約してくるデスクとかにね連絡して、昔はね代行で取ってもらったんですけども、いやー今お手軽でエンチャオンラインで取れるんでいいですよね。楽でいいわ。はい、なのでね、香港ディズニーの事前準備としては、今言った年パスの事前購入、あとインパークする日を決めるパークの予約、まあ、そしてエンチャの予約と、まあこの3つやっとくとまあ間違いないですよね。はい、なのでここまで進めました。あとはパークの中の予約ですよね。でね、パークの中の予約も調べました。香港もね、ディズニープレミアアクセスがあって、これめちゃめちゃ種類があって、ややこしいんですよね。でね、アトラクションの DPA と、ショーパレの DPA とあるんですよね。まあ、どの DPA 買うって、どのプラン買うって、これ悩みますよね。でね、調べました。まずですね、向こうで今やってるショーがですね、調べたら、まずね、キャッスルショーが2個あるんですよ。普通のキャッスルショーと、あとダッフィーのキャッスルショーっていう2個あって、あともう1個ね、ショーがね、一番いいのがね、ワンダラスブックって言って、まあ、日本でいうところのフォレストシアターとかね、C でいうところのなんか BB みたいな、ああいうね、1000人ぐらい入るでっかいホールがあって、そこでも本格的なね、ガチンコの一番目玉のすげえショーがあるんですけども、まあそこ昔はゴールデンミッキーってやってて、今ねワンダラスブックってやってるんですけども、なんと僕が行く期間はですね、ワンダラスブックがクローズしてて、なんかねステラルーのバレエショーをやってんですよね。うわーと思って、でワンダラスブック見なかったんですけども、まあ仕方ないですよね。でステラルーのバレエショーやってます。であと白前花火ですね。であとお昼のパレードとこんだけやってます。なので昼はまあだからそのね普通のパレード、で夜は白前花火と、でキャッスルショー2個あって、あとはライオンキング、ライオンキングのすごいショーがあって、でステラルーのバレエのショーがあるんですよね。でそれでダッフィーのキャッスルショーは、まあそのキャッスルショーだけ見る前売り券が売ってて、あとはステラルーのバレエショーもこれだけ独立してステラルーのバレエショーの DPA が売ってます。
なんでダッフィーキャッスル賞の DPA、 ステラルーのバレエ賞の DPA で、これは普通に単独で売ってます。あとねアーリーがあって、アーリーはなんとこれ有料で、ホテル泊まらなくても普通の人も普通にアーリー課金で買えます。でアーリーは1時間早くインパックできるんですけども、これがなんとですね穴行きエリアに入れるんですよ。でかつ穴行きエリアの目玉アトラクション2つこれ乗れちゃうんですよね。なので実質穴行きエリアのこのアトラクションの DP 売ってないので、穴行きエリアの、まあ、このアトラクションに優先的に乗るにはこのアーリー買うしかないんですよね。なのでこの穴行きエリアに入るアーリーはこれは欲しい、買いたい。あとはダッフィーのプレイハウスってのがあって、でこれもですねやっぱりダッフィーの家があって、でダッフィーグリーン、ランダムでダッフィーグリーンが成立があるらしいんですけども、まあ、これもですね DPA があって、まあ、優先的に入れるそうです。あとね、姉駅にミニショーでプレイハウスインザウッズってのがあって、でこれもですね姉駅のなんかミニショーがあるんだっけ、姉駅ミニショーで、これもやっぱ DPA が単独で売ってるんですよね。なので今言ったものは全てもう単独なんですよね、 DPA はね。であと単独ではない DPA があって、ショーパレでね、これがね白前花火のモーメンタスってのがあって、でモーメンタスを見ようと思ったら DPA は2種類あるのかな。まずねモーメンタスダイニングパッケージって言って、あとねエクスプローラーなんとかクラブかなっていうなんかビュッフェのレストランがあって、このビュッフェレストランにモーメンタスの鑑賞エリアについてるダイニングパッケージがあるんですよね。なのでレストラン行けてモーメンタス見れるんで、まあ食レポ食事もしたいので、まあこのねビュッフェとついて、でかつモーメンタス見れるんだったらこれいいかなと思ったんですよね。であとねもう一個モーメンタスがついてる DPA があって、これはですね一番強い DPA で商品名ないんですけども、アトラクション8個と賞2つ付きモーメンタスっていうね、そういう DPA あるんですよ。これ、ね、商品名がないんですけども、アトラク8個付き賞2個付きモーメンタス付きっていうね、そういう DPA があって、でこれがですねちょっと高くてですね、アトラク8個がちょっと余計かなと思ってね。でそのショーっていうのはモーメンタスが見れるのと、ショー2個がですねまずキャッスルショーですね、フォローユアドリームっていうキャッスルショーがついてる。でもう1個のショーがですね、昔はワンダラスブックだったんですけども、今ワンダラスブックがステラルーのバレエショーになってるので、代わりがライオンキングですね。なんで今整理すると、一番強い全部入りジャングララーメン全部入りみたいな全部入り DPA だって、一番強い究極の DPA ね、一番強い DPA はアトラク8個乗れて、で夜の白前花火のモーメンタスが見れて、でさらにキャッスルショーのお昼にキャッスルショーのフォローユアドリームが見れて、ライオンキングもついてくるっていうね、こういう DPA もあります。でライオンキングとこのお昼のキャッスルショーがついてる DPA はこれしかないんですよね。だからねどれを買うかこれ悩ましいじゃないですか。なんですけども、まあいろいろ考えた結果ですね、まあ僕絶対見たいのはやっぱこのモーメンタスなんですよね。白前の夜の花火のモーメンタスは絶対見たい。でこのさっき言ったねお昼のねダッフィーのキャッスルショーはまあ見れればいいやって感じ。あとステラルーのバレエショーですね、これもですねワーナラスブックの代わりだし、で香港ディズニーで一番豪華なそのショー施設でやってるわけだから、まあお昼のショーの一番目玉ですよね、まあ、あの DPA は高いので、なのでステラルーのこのショーはまあ見たいかなって感じかな。だからこれ迷いますよね。でアトラクションもですね8個ついてる DPA のねすごいやつもあるんですけども、8個ついてますけども、僕こんなに8個も乗りたいのなくって、結構乗っちゃってんですよね。例えばねガルチとかですね、あのグリズリーマウンテンね、ガルチいわゆるこっちで言うとこのあのビクセナーマウンテンですよね、ガルチ乗ってるし、あとはミスティックマナーも乗ってるし、で絶対に僕体験してないのはマーベルのアトラクション2個かな、アントマンとアイアンマンかな、
マーベルのアトラク乗ってないから、マーベルのアトラクション2個絶対乗りたいのと、あとはアナ雪のライド2個ですよね。この4つは乗りたい。あとは乗ってんですよね。でさっき言ったその一番強いそのアトラクション8個のやつもですね、なんかフィルハーマジックとかね、イッタスモールワールドとかですね、なんかんこれが DPA なのっていうね、8個何でもいいからとりあえずかき集めてなんかぶっ込んでる感じで、いやこれ DPA なくてもいいんだけどなっていうようなものまで入ってるので、まあ、そうするとね DPA ね、もう一個ね、任意のアトラクション3つ使える DPA ってのあって、それは安いんですよね。29ドルで。で、この安いやつ、アトラク3つ、2位のアトラク3つ、どれでもいいよってんだと、まあ、これだとね、アントマン、アイアンマン、まあ、あと C って言えばミスティックマナーかな。あとはミスティックマナーか、あのグリズリーマウンテンかな、ガルチね。この2つがやっぱりメタマなんで、僕的にやっぱそのメタマアトラクションってやっぱね、あのね、マーベルのアトラク、アナ雪アトラク、あとはガルチと、それからミスティックマナーかな、この辺が目玉だと思ってるので、なのでまあ、あのアトラク3つ任意のやつ のどれでもええよっていうその DPA 買って、あとモーメンタスはその一番強い DPA が第2のパッケージかなんなんですけども、やっぱりさっき言った通り一番強い DPA はね、ちょっとモーメンタス以外のものがあんまいらないものばっかりで、ライオンキングも昔見たし、でキャッスルショーのね、フォロー・ユア・ドリームってキャッスルショーがついてくるのは嬉しいんですけども、まあ、キャッスルショーついてきてモーメンタスついてね、それで一番強い DPA 買っても、まあ、乗れてアトラクションもね、まあ、2つぐらいしかないので、ちょっとコスパ悪いかなと思って、一番強い DPA はね。だからまあ、そのアトラク3つの安い DPA 買って、で、あとモーメンタスはダイニングパッケージにして、あとアーリーで、このね、アナ雪エリアに入れるアーリー買ってって感じかな。あとはまあセラルーの、まあ、ショーはね単品で、セラルーのショー見ようと思ったらこの単品の DPA 買うしかないんで、まあ、なのでルーのやつはこれ買うって感じかな。まあだからキャッスルショーはあと自動ですよね。ダッフィンキャッスルショーもお昼のフォロー・ユア・ドリームのキャッスルショーもまあ普通に自動してみようかなと思ってますね。はい、そんな感じかな。後半これ分かりましたでしょうか。ややこしいよね。皆さんこれ考えるよね。まあね、一番無難なのは香港ディズニー初めてっていう方は一番強い DPA 買うのがいいと思いますよ。これ買うとモーメンタスもついてるし、アトラク8個もねついてるんで、香港ディズニー初めてだったらね、どのアトラクも絶対に楽しいと思うので、この一番強い DPA 買っとくのがいいかと思います。はい、こんな感じですね。香港ディズニー、こんな感じで今からもう計画立ててます。めっちゃ楽しみです。はい、じゃあまたね、進捗、なんか動きがあったら、また動画で報告したいと思います。じゃあ香港ディズニー行ってきます。じゃあねー。